完成しました。もう5つのメカが見事に中間形態のビッグバイパーから人型のギャラクシーソルジャーに合体しました。さあ皆さんお待たせしました。このビッグバイパーからロボモードのギャラクシーソルジャーに変形合体させます。では合体させます。その前にちょっと残念なお知らせなんですけど、このギャラクシーソルジャーの時にはこのレッド以外の4体のミニフィグは余ってしまいます。そう言いますと本当はミニフィグ4体余らさずに変形合体させなかったんですけど、ミニフィグ登場状態にしてしまうと今回のギャラクシーソルジャーとビッグバイパーのプロポーションがちょっともうえらいことになるので、今回はミニフィグ4体余らせることになってしまいました。まあでもメカの一部が余るよりかは、まあ、だいぶマシな方なんじゃないかなって思ってます。まず4体のミニフィグを取り外します。スペースファイターを取り外してスペースアームも取ります。で後ろのこのパーツも取り外して、ああ取れた。スペースレッグを取り外します。まずはスペースレッグから変形させます。まずここにヒンジがあって、これを展開すると、はい、このようになりますので、この真ん中のヒンジで合体させます。続いてこのウィングパーツをここまで回転させて、であとはこの部分をワンクリック上に上げます。はい、これが足になります。反対側も行きましょう。まずこのように展開して、このヒンジに接続して、でウィングをここまで回転させて、で最後にワンクリック上に上げれば、はい、これで完成。続いてはスペースアームです。まず武器を外して、この変形結構凝ってるんですよね。ここがロボの正面になりますので、ヒンジを使ってこのように稼働させて回転すれば、はい、これで腕になります。反対側も一緒で武器を外して、でここが正面になりますので、このように稼働させて回転させれば、はい、これで腕の完成です。続いては胴体を変形させます。まずこのパーツを元に戻すように手前に持ってきて、このヒンジを使って合体させます。そしてこのジョイントを使って腕を合体させます。でちょっと細かいんですけど、ワンクリック上に上げます。反対側も一緒です。そしてスペースファイターの変形をします。まずこのウィングを倒して、ミニフィグを一回取り外して、ミニフィグをこのように立たせて、このポッチの部分にミニフィグを立たせます。であとは閉じると、はい、これでスペースファイターの準備は完了です。そしてスペースファイターと合体させて、スペースファイターのこのジョイントとスペースレッグのこのヒンジを使って合体させます。このジョイントは結構固めにしてます。反対側も一緒です。さあ、そして最後は頭部をここに取り付けて、頭部のこのパーツを前に持ってきて、最後にこのパーツを上に上げれば、